夢が叶う直前に何が起こるか知っていますか？実は大きな不安が押し寄せてきます。あなたがね、ずっと長年望んでたことであったとしても、実際に目の前に来るとですね、不安になるんですね。なぜかというと、脳は変化を嫌うという特性を持っています。なので、あなたが長年望んだことであったとしても、やはり変化は変化なのでね、すごく急に不安になったりざわざわするんですね。でも、そんな時こそゴーサイン、イクサインなんだと思っていただけたらと思います。実際私がですね、ずっと長年猫ちゃんを飼いたいなと思ってました。そして、いよいよ飼えるってタイミングになったらね、急に不安になったんですよね。長期の旅行行けなくなるんじゃないのとか、忙しくなってまたバタバタしちゃうんじゃないの。できない理由、やりたくない理由がね、どんどん浮かんでくるんですけれども、これは皆さんそういうものなので、ぜひ不安になったらゴーサインなんだなと思ってね、勇気を持って一歩を踏み出していただけたらと思います。これがあなたの参考になったら嬉しいです。それではまた。